皆様、いつもビジュナチャンネルのご視聴ありがとうございます。シトロエン所沢の営業みずきでございます。本日も認定中古車のご紹介の動画でございます。今回ご紹介させていただく、お車がですね、今私が乗っておりますこちらの、シトロエン C5X というお車になります。こちらのお車ですが、シトロエンのフラッグシップモデルということでですね、とても多彩な装備ついております。走行距離もですね、非常に若いお車ですので、ぜひ皆様最後まで動画のご視聴をお願いできればと思います。それでは早速お車の紹介の方を参ります。はい、それではお車のご紹介の方をしてまいります。まずですね、こちらのお車 C5X というお車、グレードがシャインパックになります。はい、シャインパックの特徴といたしましては、はい、このようにですね、サンルーフがついているというところが大きな特徴として挙げられるかなと思います。はい、シートもですね、このようなレザー調のシートになっているというのが、こちらのお車の特徴です。はい、でこちらのお車なんですけれども、年式が令和4年の8月が初路登録のお車となっておりまして、走行距離が約8000キロ、なので、約8100キロほどのお車となっております。非常に低走行なお車でございます。で、こちらのお車なんですけれども、はい、で、こちらのお車ですが、やっぱり魅力的な部分というのはですね、フラッグシップモデルで、この形ですね、ステーションワゴン、セダン、SUV、そういった部分が、全て融合した、新しい、デザインのモデルになっております。他社さんでいうと、トヨタのクラウンとか、なんかそういった、お車に非常に似ているお車でございます。とても乗り心地もいいお車でございます。でこちらのお車ですね、ご紹介させていただくモデルはガソリンモデルになってます。もう現行だと生産の方は終了しておりますので、これもまた貴重な1台になってくるのかなと思います。排気量が 1600cc です。で、直列4気筒の、ターボエンジンを搭載したお車でございます。でこちらですね、馬力がですね、最大出力でですね、180馬力とで、最大トルクが250ニュートンといった形で、シトロエンのガソリンモデルの中ではハイパワーな、お車でございます。実際にこの乗り心地も、とても気持ちいいものになっておりますので、ぜひ弊社ご来場いただいた際は、ご試乗車もございますので、ご試乗とご案内できればなと思います。それでは早速外装の方をご紹介していきます。はい、それでは外装の方をご紹介させていただきます。前回もですね、同じような動画を撮らせていただいておりますので、ある程度内容の方は、省いてご説明していきますね。はい、で、やっぱり注目すべきところはですね、この LED ヘッドライトになってます。とてもデザイン性がいいものになってます。はい、で、フロントの部分なんですけれども、基本的には見受けられる傷も非常に少ないかなと思います。はい、ただですね、こういった部分ちょっとだけ、擦り傷のようなものございますけれども、他の部分は、とても綺麗な状態になっております。はい、はい、サイド回ってですね、今度はタイヤの方見ていきましょう。はい、こちらのタイヤ、グッドイヤータイヤ履いてます。はい、で、サイズなんですけれども、205の 55R19 インチということで、非常に大きなタイヤを履いているのがこの C5X の特徴です。はい、で右側なんですけれども、右側基本的には傷は少ないのかなと思います。はい、かなり状態としてはいいものになっております。ただ中古車ですので、ある程度使用感のある傷がある点につきましてはご了承ください。で、後ろの方に回ってきまして、後ろのデザインはこんな感じです。はい、やっぱりシトロエンの後ろ姿っていうのはかなり独特な後ろ姿になっているかなと思います。こういったテールランプの形に関しましても、とてもおしゃれな
テールランプデザインになっております。はい、で、後ろ回ってきてはい、ということで、今度は左側面見ていきます。ちなみに後ろ側も傷はほとんどございません。非常に状態はいいお車になってます。はい、で左側回ってきまして、左側なんですけれども、ちょっとこちらにですね、やや大きめな傷がございます。まあ、部分補修等も弊社で受けたまっておりますので、ぜひご相談いただければと思います。はい、ということで、こちらのお車ですね、ルーフの部分がすごく魅力的かなと思います。こういった形でストーンちょっとスーッと後ろにですね、やや緩やかに落ちていく、こういったデザインが、ただのステーションワゴンではない、そういったデザインになってます。いわゆるクーペスタイル、クーペみたいな、後ろの姿にもなってますね。はい、では内装の方もご紹介していきます。はい、それでは内装の方をご紹介していきます。内装につきましても基本的に使用感のある、傷等もあまり見受けられなくて、非常に状態はいいお車でございます。はい、はい、で、乗り込む際にですね、すごくサイドステップが低くなってますので、非常に乗りやすいお車でございます。ただシートがちょっと、若干沈んでるような感じになりますので、乗る際はちょっとストンと落ちるような形になります。で、運転席からの目線はこういった目線になってます。 C5X 鼻先は、少し長めなお車になりますので、その点は、実際にまあ、ご試乗いただいた際、ご確認いただければと思います。で、今ちょっと映ってるんですけど、こんな感じでヘッドアップディスプレイ、投影型のヘッドアップディスプレイもこちらは装備されておりますので、とても、まあ、先進的な機能が詰まったものになっております。モニターの方注目してみます。はい、こんな感じで、もうアラウンドビューモニターですね、360度ビジョンのカメラがついております。かなり視界も明瞭でですね、まあ、この画像もですね、すごく鮮明に映っているのが、この C5X のカメラの特徴かなと思います。普通のバックカメラだと、結構、画質が荒くて見にくい部分もあるんですけど、この車に関してはそういった部分がない、とても、明瞭、視界明瞭な車でございます。で、ハンドルですね、かなり太めなハンドルになっておりますので、ちょっと握った感じとかも、すごく感触のいい材質にもなっております。で、左側でクルーズコントロールだったりとか、そういった部分の設定が可能です。右側では、音声の設定だったり、音楽、ラジオとかの選曲、またSiri等のですね、音声認識機能の、装備がついております。で、シフトレバーなんですけど、レバーではなくてスイッチになってますね。こういった形で、引っ張ったり、こうするとドライブ、前に置くとリアに入るというような感じです。パーキングにする際は P を押していただくとパーキングになってます。ドライブモードもこちらで選択が可能です。エコー、ノーマル、スポーツとですね、3種類の走行モードをお試しいただきます。で、シートもですね、こんな感じのデザインになってます。よく見るとですね、こちらの部分にですね、シトロエンのこうダブルシェブロンじゃないですけど、ヘリカルギアマークがですね、あしらわれているっていうところも、こうシトロエンらしくかなりおしゃれに凝っているようなデザインになっているかなと思います。ちなみに助手席側もこれ電動シートになってますので、直近のシトロエンのモデルではですね、かなり珍しいものかなと思います。で、後ろですね、後ろ見ていただくとこんな感じでですね、足元すごく広いです。はい、かなり広く作られてます。まあ、ステーションワゴンの、サイズ感でございますので、足元にゆとりはすごくあります。で、後ろのシートもですね、前のシート同様、材質は同じような材質用いられてますので、座り心地も抜群です。
後ろも使用感等は見られないので、大変良質なお車かなと思います。はい、ということで、以上が内装のご紹介でございました。じゃあ最後、動画の締めに参りましょう。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。今回ご紹介させていただきました、シトロエンの C5X、私デビューした時はですね、この車は思わず欲しいなと思ってしまった、そんな、かっこいいデザインと、実際に車を見てみた、その内装のデザイン性であったりとか、多彩な機能、すごく、使い勝手のいい機能がたくさんついているお車、さすがフラッグシップのモデルかなと思います。で、今回ご紹介させていただいたこちらのお車ですね、6月1日時点で、掲載金額がですね、こちらになります。はい、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。新車価格はですね、600万近く、乗り出したら600万超えてしまうような、お車でございますけれども、逆にこういう中古車、新古車、試乗車ですね、こういったところもかなり狙い目になってくるのかなと思います。今回ご紹介させていただいたのは中古車になるんですけれども、非常にいいお車ですので、ぜひ皆様この機会に、弊社お問い合わせいただければと思います。それでは本日の動画は以上となります。皆様ご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。